テナントフィールドの時間ですでしょ。はい、今回は、はい、本当にとてつもない方にゲストとして来ていただいております。はい、古代日本の宮廷神道にはほう八家と山影という、うんうん、まあ2つが存在しているのですけれども、ほうそのうちの一つである山影神祭80代目の伝承者である、はい、表広明さんにお越しいただいております。よいしょー。改めて言うと震えるぐらいすごい。すごいね。他にもいっぱいあるんですよ、表さんには本当に。うん。ね、でもちょっと絞らせて紹介させていただきましたけど。はい。はい。今度よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではね、いきなりなんですけれども、はい、表さんの、まあこの人生というところもそうですし、まあ、山影とは一体何なのかというところと、はい、まあ、そこに伝わっている口伝のお話なんかお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、結構でございます。まあ、私は幼少の頃からですね、はい、あのうちの家がですね、父が予科連の、はい、あのまあ、志願兵でね、まあ、生きて帰ってきたわけです、うんうん、ね、そういうことがあって、まあ、いろいろと小さい頃から聞かされてきて、そして、まあ、戦友の慰霊のために主剣道、はい、あの山伏ですねを、まあ、うちの父がやってたわけです。まあ、大阪で一番大きな、大峰山の山伏の甲のですね、道士をやってたんですね。でその時私生まれたわけで、別にその時山影の道の甲はなかったんですけども、うん、要するに生まれた時からもうそういう家だったので、もうちっちゃい頃からもうとにかく火の上走らされたり、小さい頃から火の上を、もう小さい頃に連れて行かれるわけですね。で大駒を耐えた後バラバラっとするんですね。うん、で走れって言われるわけですね。で、まあ、向こうでお菓子持って待ってくれてるわけです。お菓子めがけて、まあ、初めはそういうとこから始まって、まあ、とりあえず家がそういう家やったので、あの全然違和感なくアトラクション的にまあ入ったわけですね。なるほど。それがどん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 修行、まあ、山伏の方々もたくさんうちの取り巻きでいたので、もう来る人来る人みんななんか不思議な人なんですよ。ね、ハエがパッと止まってるやつを橋でこうプッて掴むんですよね。それはなんか種あんねやなと思ってたわけですね。ここにちょっと鳥餅かなんかひっついてるから必ずね、なんか肺が動かれなくなるらしいね、あれ。それもそういう、まあ、神通力なんですよね。で山伏もずっと、まあ、修行してるとね、どん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 その人の持っているないものは出ません。なんかこうお腹触ったらもう何分までわかるとか、そんな人たくさんうちにいてたんですね。へえ。もうだから父が連れてきて一緒になんか飲み会というか飲んだりしてるときは、うん、まあ、大体そんな人に囲まれてるわけです。うわ、すごそう。そう、でもそれ普通だってやったわけです、ちっちゃい頃から。あんまり不思議にも思ってあげて、なんか変わった人が来るなという感じでだから学校の教育じゃない教育をずっと受けてきたんですね。はあ。だからなんとなくその見えてくるんですよね、うん、あの本質が、これなんでこういうふうにしてるのという、でそれに興味あったしね。まあ、皆さんもそうでしょ、これなんでこうなってるのっていう、この世の中どうしてこうなってるのと、なんでこういう教育になってるの、あ、なんで政教分離なのっていう、そういうことなんでかということを知りたいわけですよ。そういう、まあ、もうそもそもそういう、まあ、性質があったということで追求して、どんどん修行もね追求していって、はい、そしたら、まあ、その時の、まあ、当時の大御所の先生方が、はい、なかなかこいついいなという、お若いのにとかいう感じで、まあ、子供なのにとかいう感じで、ちょっと普通の子じゃないというのでいろいろ教えていただいて、で結果として、まあ、それらの、まあ、神社会でもの大家と言われる方々ね、の方々が可愛がっていただきまして、ね、はい、そしてどんどんそういうとこ紹介して、うん、で山影も学びなさいということで、その当時の山影を継いでいる方のところで学んだわけですね。ちょっと歴史も全然違うんですね、うん、裏側なんです。普通僕たちが習う歴史とは全然違う歴史が、全然違うんです。山影さんの中にはこう伝わって、うん、もうそれ裏側支えてた家やからね。ほう。天皇家とかもその裏側があるんです。全部表側じゃないんです。僕名前表でね、山影継いだから表と裏って言われてるんですけど、ね、でこの間ちょうどね、梨本宮殿下、まあ、いろいろとご質問巻いてますけど、まあ、立派に山形のね、あの手羽三山の総裁をやっておられるんですけど、はい、あそこは八家の伝承者です。あ、山影と八家の、 それはこの1400年経って初めて組むことになったというのがね、今この間そういう形になったんです。すごいですね、すごい時代ですよ。だからいるんです、それが。だからそれはどっちかがダメになった時にここが残ってるとかいうようなことで、おそらく2つ作ったんやと思います。なるほど。もう一つはやっぱりこの霊的なことを下ろしてくるということと、もう一つはこのサニワというんですけどね、なんでこの下ろしてきてる人は分かれへんからね、降りてきてるから、うんうん、それ なんでこの
これはどういう意味でこうなってるのっていうのをサニワする人がいるんです。だから霊媒とサニワ氏はこれ一対なんです。へー、でないと分からないでしょ。降りてしまってる人はもう分からない、何があったか分からない、うん、 そうですね、だからそれ聞く人いるでしょ。うん、でその聞く人はただ聞いててもダメなんですよ。うんうん、これは何事を言わんとしてるのか、神様は何を言おうとしてるのかを当てないといけないですよね。あ、だから霊媒とサニワなんですけど、うん、で大体あの八家は霊おろしなんですね。うんうん、で山影がサニワなんです。うーん、でお互いに神がかってしまったら何言ってるか分からない。それともう一つは両方とも霊おろしもあのサニワも、いや手法はあるんです、八家にも山影にも、うんうん、しかしこれどっちかが何時かの戦乱でこれが途絶えかけたりなんかなった時はこっちがあったらいけるわけですね。あ、でどっちかがいけるようにね、あの北斗の剣のやつですけど分かれへんぞ、これかもしれないけど一子相伝で、一子相伝なんです。でだけど2家あるんです。なるほど。で2家ある時は役割があって、どちらかというと八家の方が表側、宮廷神道としてね、で山影は影と言われる裏側なんですけど、またまたま私は表が山影になったので、珍しい、80世において珍しいことが起こったというね。はー、そういうことで、おもろ、ね、まあ、インターネットにももうあの藤原の道長からずっと下がってやったのかなと、もう見れますわ。昭和天皇まで行って、昭和天皇から横にピュッピュッと行ったら僕が出てくるんです。系図がちゃんと残ってて、勝手に僕が頼んだわけでもない、勝手に載ってるんです。うわ、でちゃんともそういうのをつけていってる人がいるんですね。はあ、だからまあそういう伝承があるということが日本の面白いとこです。じゃ藤原道長の時代からずっと、そうなんです。だから藤原道長が我が家とどう思うって言ってみんな知ってると思います、はい、歴史ではね。でそれが良いのか悪いのか分かりませんよ、いろいろ、はい、いろいろ暗躍したわけですけど、はい、まあ、それらがこうぐーっと混じっていって今のこの日本の国体天皇家とかいうのがあるわけですから、うん、まあ、その中にもその表側で言ってることと裏側のことがあるわけです。なるほどですね。言ってはいけないと言われてるようなこともあるんですけど、まあ、結構もう Google 先生が全部知ってるから、あららららら、歴史もあっちこっちから世界中から調べたりしてるので、もうある程度明らかになってきて、私がそろそろもうそういうことをもう言えと、隠してたというか、あの秘めてたことをもう出しなさいと、それでないと地球存続が間に合わないというのが私の態度。地球存続の話、そう、地球存続の話だって、もう宇宙規模ぐらいの話のことが宮廷神道では昔からなされてるんです。昔から、昔からそうです。ちょっとその話めちゃくちゃ聞きたいんですけども、うん、ちょっと昔はその山伏、山伏っていうのは修行者ですね、うん、がつけて、ありますよね、ありますね、うんうん、されてて、はい、で、ある時は山からまた別、なんかイメージがちょっと修行してる人っていうイメージは、そうそうそう、まあ、修行をして、まあ、その古典神道とかでも、はい、あの修行はあるんですよ、みそぎしたりそういうの、ね、でも修行と言わないんですね、それ。あの、まあ、古神道って言ってるのは今神社神道とは全く違うということです、はい、で私の前にあの出てる本の中でもそれ書いてますけど、神道っていうのは、ね、神の道なんですね、はい、だから日本人はそれ生活様式なんです。あ、宗教ではない、宗教ってないんです日本に、はい、生活様式ですし、まあ、超宇宙論とかそんなとこから入って、宮廷神道ってそうですよね、宮廷って古神道って言ってるやつですけどね、うんうん、古神道ってなんで言わなあかんか言ったら、今の神社神道じゃないからです。あ、神社神道っていうのは明治以降にできた官僚制度なんです。そもそもみんな明神って言ってたのが、大社中社小社って、なんでこの大中小みたいになるんかって、うん、六高が違うからです。六高、米のもらえる数が違うんです。あの六高、給料がね違うの、大中小なんです。で神宮っていうのも、まあ、今どこがつけてもいいんですよ、はい、ね、あのいろんなところで神宮つけておられますけども、昔は神宮って言ったらその天皇家、いわゆる神様から天照からずっと続いてるところの直系の筋でないと、うんうん、その神宮じゃないです。イザナギ、イザナミとか、アマテラスとか、うん、そういうやつ神宮なんです。ほう。で、今は別にそんな、あのね、あの、九州でもいろんなとこあるでしょ、ご式神のとか。それも変わっちゃったんです。だからそれ、昔は怒られたんです。それ、制度で決まってたから。今はもう別に好きなように名前つけてどうぞ、みたいな。ただまあ神社、町長というところがあって、でこれはあのどこの省庁ですかという人おるんですけど、あれは宗教法人です、今は。ね、だからもう全部宗教法人になってしまったんですね。これはまあ、あのアメリカのその戦後の政策によってそうされた。で、政教分離になった。だから、まあ、宗教という考え方もちょっと考えないといけないですね、うん、宗教というのは元の元を教える、宗家の宗でしょ、うんうんうん、を教えるって書いてるでしょ、だからこれ元の元を教えるって書いてあるんです。で元の元はこの日本にあるんですね。この日本に日本にあるんです。元の元はここから始まる、時差もここから始まるでしょ。ああ、
確かにね、それはもうあの衛星に乗ってはる人に聞いてもらったら、うん、太陽が出てくるときに日本列島が出てくるんです、うん、それがその太陽に照らされて金色にピカピカっと光るんですよ、黄金の国島、うんうん、で形が竜の形で、うん、だから金竜の話とかになるわけですね。なるほど。それはもう大昔からそれ分かっていることなんですが、どう考えても上から見てるんですね、うん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 、下から見てないですね、うん、それとやっぱ飛んでたんでしょうね、もともと。まあ、雨の岩船とか出てきますもんね、島の中にも。そうそうそう。なので円の行者 の, あの電気の中にも鉄の鉢に乗って飛んだと。鉄の鉢ってですね、UFO でしょ。まあ言えば。でそれはまあまあ昔話なんですよ、それ。はね、そ伝承があるいうことは、そんなまんざらそんなみんな嘘ばっかり言ってたのかという人、そんなことないと。まあ、かぐや姫の話とかもおかしいですよね。そうそうそう、月に帰って。月に帰っててましたね。うん、まあ生命体としてそれは、その祖母をたどってやってきたということはあるんでしょう。なるほど。で宮廷神道の山影の伝承の中にずっとこう表の歴史とは違う裏の歴史がずっとこう受け継がれてきて、 そうそれを今やっぱ表に出していかないといけないと。いけないんです。でそれが本当にもう日本とかだけじゃなくて、もう地球全体の、地球全体なんです。その辺がもうちょっとめちゃくちゃ気になるんですけれども、うん、どういうその歴史なんですか。まあ、ざっくり言うと、はい、この日の元ですよね、はい、今言ったように新しい太陽が昇ってくるんですね、はい、その時に日本からビカビカビカと金竜に光る黄金の国一番のですね、はい、これが祈りの元の国になってて、はい、ここが雛形になってどんどん時差は遅れていくんですね。ヨーロッパとかアメリカは時差もった後でしょ、うんうん、だから始まってんのはここから始まってるんです、毎日。うーん、その簡単な物理的に簡単なことですね、うんうんうん、だからそれらがずっとあの遡っていくと、あの縄文時代が1万5千年とかもう1万年超えてるわけでしょ、うんうんうん、それは世界はこの歴史を認めてるわけですよね、うんうん、でそのまま江戸幕府は200年、250年も続いたのか、それでもびっくりしてるんです。でそれも1万5千年とか1万8千年って言うてんねんから、その間は別に戦争もなく平和に暮らしてきた時代があったという、うん、どういう教えで、どういう社会体制で暮らしてきたのか、これ研究したわけですよ、世界は。ということは、元の元を教えてもらわなあかんわけでしょ、うんうんうん、でどこにあるの、ここにあるんですよ。ああ、日本に。そう。だから、それをまず知らしめないといけない。でそれが僕たちが言っている、そのスメラミコトの仕事っていうのは、初国知らしめすっていうことなんです。知らしめすってどういう意味なの。要するに、広めるっていうこと。知らしめすというのはね。知らしめすというのは知識的に知らすと、うんうんうん、知らすというんですね。知らしめすというのはそれを拡大させて広げるということです。だからそれをちゃんとみんなに分かってもらうという、うんうん、それができたら平和なんです。原点が分かるから。はあ、もうほとんど戦争なんて兄弟もみやし。表さんのお話を聞いていると、うん、あの今ちょっとね、まあ、ご神事というか密事にちょっとご同行させてもらってて、うん、その間に取らせてもらってるんですが、そうですね、はい、いろいろ見させてもらって、いろんなお話を聞いてきて、やりましたよね。やりま、ちょっと安倍の生命みたいなことをやりました、ね、教えて、教わっていろいろね、いただいてもありがとうございます。身につきましたね。いや、恐れ多い話で、全然もう修行不足もあれですけども、はい、でもその中で、やっぱこう日本列島というか、もう国という概念そのものからもう頭から、今現代のを見直さないというか、もう一回なかったことにしないと、かつて。そうだから思い込みなんです、全部。なるほど、うん、あの要するに僕たち、まあ、古典神道の教えで一番基本になるのは3000年瞬きっていうんです、はい、ね、100年の刑とか違う、100年の機能みたいな話だから。3000年で大体、今後期2684年かな、後期2684年ということは、その3年前に我々が住んでいる東大阪の平岡というね、うん、平岡神社って河内の国、一宮なんですけど、はい、奈良より古いんでね、奈良の春日大社はそこが元宮やから、はぁ、2684年とするならば、2684年より前3年、その3年前、2687年に国家平定をした場所があるんです。大阪ギリギリいっぱいのところに、生駒の上に、で毎月我々はそこに掃除に行ってるんですけどね。神武天皇が即位したと言われるように神武天皇がさっきそこで国家平定って言うたの。あ、橿原ではなく、これ言うて宴会と、まあ怒る人おるかもしれんけど、まああのセレモニーグラウンドを作ったわけです、明治政府がね。あ、うん、あの本当の橿原っていうのがまた別にあります。どういうそれ、まあ、それが2684年前とか、はいはいはい、それ以前というか、どういうなって今の世界になって
って言ったんですよ。要するにこの今言ってる天孫氏と言われるあのその神武天皇の、まあ、親かね、まあ、天照大神から続く。いやそれを明治から言うてることで、あの天照も出てくるんですけどいっぱいおるわけです、はい、ね、今回の天照、次の天照ってもういっぱい出てくるんです。世襲制で古典文書ではその役割ですね。あ、役割だからその男とか女は関係ないんです。うん、ね、ウヒルキ男神説っていうのもあるし、天照は姫神であるということに限ってないんです。ね、でスサノオもスサという国の王だということを僕はもう YouTube でもだいぶ言ってますけどね、はい、だからスサノオってひげ生えたおっちゃんがこの竜を殺したとか、うんうんうん、それは一部です。一部、うん、スサという国ね、要はシュメールですね、はい、そこからずっとスサという国です、はい、ペルシャもスサというんです、はあ、ね、だからアレキサンダーもスサノオちゃうかという話をしてるわけです。え、だってスサの国の次の王はスサの王でしょ。確かにそういうことでしょ。そうですよね。だからみんなはそのおじさんと思ってるわけ、ひげ生えた。うん、そうじゃない、別にひげ剃ってる人もおるかもしれないけどだからそう考えると歴代の話、スサノオの伝承から出雲とかで言うと、その次の伝承から国っていうのができるんです。あ、その頃は 国の前ではない。その前は国はない、もう地球一個なんです。もう海洋民族ってことですか。そうそう、もうあちこち行くでしょ。だから国の概念はなかった。で、ある時から国、エリアという概念ができて、集落ができて、うんうん、でエリアという概念ができたら、その国の主たるもの、まあ、総理大臣ですかね、今で言うと、それを大国主っていうんです。ああ。で、国という概念ができてないと、そう名前にならないんですね。名前変わっていくんですね。で、大国主も3000年あるんです。大国主朝3000年って、だから3000年なんです。まばたき。だから要するに、神武王朝ざっくり3000年なんです、今。もうそろそろ次行かなあかんのです。だから3000年区切りで大体動いてるというような見方が古典神道の見方です。僕たちの知ってる歴史ってもうほんまに2000年3000年ぐらいからしかもう知らない。もっともっと前が、だから宇賀や吹合図という、今天孫族もそうですけど、はい、鹿児島で姶良三陵というところに宇賀や吹合図一番最初祀ってるんですね、はい、それが三朝木の一番最初、五陵って三朝木っていうんですね。でそれお墓ですね、先祖たちのね、大体洞窟ですわ。で僕らも何回も言ってますけども、まあその宇賀や吹合図という一人のまたおっちゃんがいたというかというのに考えがちやけども、うん、あれ73代ぐらいあるんです。宇賀や吹合図王朝、海洋民族73代ぐらいのことは宇賀や吹合図王朝なんです。じゃあ義書とされてる古史古典にそういうことが載ってたりするんですけど、やっぱそっちも一つ正解というか、うん、おそらくね、あの今の新約聖書とか、まあ、旧約とかは、まあ、ノアの箱舟から始まるでしょ、まあ、それだって何千年でしょ。まあ、エジプト6000年として、はい、ね、まあ、ゾロアスターとか8000年ぐらいですね、はい、1万年いってないでしょ。確かに。でその時はもう BC 何年とか歴史でやって、なんか BC って言われたら古いと思うでしょ、うんうんうん、あんまりそんな古ないんです。日本のが古いんです。はあ、それは縄文と1万8000年言うてんのと6000年とどっち古いか分かるでしょ。そうっすね。それから日本人はなんかもう、いや外国古いと、メソポタミア古いと思ってるんですよ、うん、もっと古いから日本は、うん、古いので言えば、うん、別に石を持って走り回ってたわけじゃないね、我々の先祖は、うんうん、もっと優れてた。だって天の浮き舟っていうねんから。確かにドローンちゃうからね。うん、おそらく重力磁場を制御してた、そういう技術があったはずです。じゃあ、 あのやっぱ巨石遺跡みたいなものとかも軽くできる。ちょっとすごすぎる話なんですけど、先ほどメソポタミアが、まあ、スサーっていうの僕らも、まあ、はい、ね、考察したことあるんですけど、うんうん、まあ、ペルシャにもなってずっとエラム文明で、そうそう、遠い東の地の意味があるよとか、そうなんです、そういう話あったんですけど、うん、先ほど日本はもっと古いと、となると日本からこうシュメールの方に、そうそう、もともとはそうです、行ったと、うん、というかその日本という、まあ、このここはね、雛形であったって言われてるんですけど、はい、もっともっとあの大阪平野もないぐらい、もっと山しかない、うん、山と谷しかない国って書いてます、旧約聖書に。へえ、ね、だけどもう一つの神の国を作ってあるっていうふうにも予言がされてる、うん、旧約聖書にはそれが予言がされてる、ね、だからもうそういうことも全部海外から見ていくと、なんかね、どん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 分かってきて、日本がどうも日本が初めの雛形の国であると。でノアの箱舟の現象の時も、まあ、大体旧約聖書はノアから始まるわけですけど、はい、例えばノアというのは日本の深見文書と言われる古典文書ね、あの鬼三郎もかなりこの勉強したやつですけど、その古典文書には系図がいっぱいあるんです、うんうん、その中にスサノオからノア押し分けの狼ってつながってるんです、系図で。ノアノアノアンって書いてある。野原のノアにアンってね、これ漢字は後で当て字やから後でそれつけたもんやろうけれども、ノアン押し分けって書いてある。でそこから線引いて、なんとイエスって書いてるんです。イエス、漢字で3文字でイエスって書いてるんです。それはだからまたこうちゃんと見せれるようにしたらいいんですね。はい、あるから、そうそう、いや
あのいやめっちゃ僕はこういろいろこう深掘りしていって、まだ動画には出してないですけど、そうなのかなっていう部分は感じてはいたんですけど、多分今見てる方がもうついてこれてない気がするぐらい、多分ついてきてくださいね。ついてきてぼちぼち行きますから。大手さん本をね、はい、まあ今やっと出せいうことでみんながあの世話してくれます。1冊が出てます。で今度2冊目がもうそろそろということで、あ、もしかもう書きましたから、あ、はい、もしかしたらこの概要欄もう多分もう載せれてるとは思うんですけども、はい、まあ、Amazon ですかね、うん、はい、リンクもちょっと貼らせていただきます。で僕らもその今ねそのかなり大きいスケールのところから始まったんですけど、その細かいところが全部表さんあるんですよ。もう近代のところからもう何からね、何から何まで、はい、なんで僕らもちょっとお聞きしてこの句伝をまとめてちょっと世に出していくという、ちょっとそういういずれ近々というかそういう、まあ、機会もちょっと設けさせてもらえるっていうお話もちょっとさせてもらってるんですけれども、ちょっと今皆さんもううわーってなってだから僕が言うのは、まあ、ざっくりみんながついてこれるようにするためには、はい、例えば近代の天皇家の話でこれちょっと言ったらいけないみたいなやつも容器ありますわ、はい、なんとなく言ったらええんちゃうかと僕は思ってるんですけど、はい、要はその話をする時にあまりにもリアルやから、はい、あまりにもリアルなことはでも起こるんですよ、あったんですよ、というのは藤原の道長の時、はい、もしくはみんなが思ってる大化の改新、ね、若い方の中では大化の改新でも教科書載ってないって言うんですよ、はい、コロ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 時代変わったらね急に変わるんですよね、うんうん、だから大化の改新の時から明治維新の時も一緒なんですよ、うん、ね、天皇家っていうのはまあ本当にお気の毒なところで、はい、あの王様もそうやけど使われるんです。王様が使われる、使われる、だってそれのそれうまいこと権威使ってて、あとその誰か藤原氏でもそれ取ったら、はい、で自分とこ娘結婚させて、でそれほんまにそういう歴史じゃないですか。そのぐらいはまあみんな知ってるでしょ、うん、まあ、光源氏の話とかね、はい、もうとりあえずもう政略なんですよ。うーん、でもしゃあないじゃないですか、これこういうなってるんやから、うん、もう人間の差がです。でここを直していかないといけないし、もっと賢みを持って自分たちの象徴たるべきものね、これ今日本の天皇っていうなってますけど、本来は万国のスメダなんです。古典文書ではそうなっとるんです。日本ってなんじゃないんです、ね、だから世界をなんとかこの地球をユートピアにしないといけないという神様の発案から始まって、それをどん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 継いでいって、まあ、それの神様の体現、荒人神という体現のをする人が天皇やったわけです。だからその天皇やったんですけど、この運用割拠したキングダムみたいな話がどん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 起こってくるわけです。ご識人が増えてきたら、ね、揉めるんです。それでその揉めるからもう なんとかそれをね一つにまとめなあかんということで、だから万国の王の中のスメラなんです。あ、だからこの人がちょっとまあまあ待ちなさいって言えるのが神様の権限で置いたのがスメラと、滑る御事。ああ、滑る、そう。でもともとはそこから始まったんですけど、王がいっぱいできてきたら余計揉めて、またちょっとまたちょっとまたでもこう国をこう取っていくわけでしょ。だんだんとだんだんこの、あのエリア狭くなっても日本の天皇になってるんです。もともとはもう本当に地球万国のスメラ、そうそう、古典文書ではそうなってる存在が日本に住んでいたというか、そう、日本というのがへそになってる。今言ったように、うん、一番最初に太陽上がってくるときに一番最初に日本列島出てくるんです。だからここからあのへそのとこから始まっていくわけです、まあ、国という概念がなかったわけですね。ないだって、ま、あの回ってるし、まあ、そうそうそう、この国っていうのこれ星ですよね。でスサノオという、さっきスサノオさんの方でシュメールって話もありましたし、はいはい、まあ、つくよみも月子国とか、まあ、そういうふうにこう、まあ、インド行ったりとか、はい、まあ、いろんなとこに、うん、それも経図あります。ケースあるんですか。くつき読みから行って、で坂族っていうね、これ海読みというね、あの釈迦っていうのは坂族ね、あ、坂族で、その そっからこういろんななんたらの御事って出てくるんですけど、そこから線引いてシッタルダって書いてあるんです。これつき読みの子孫になるんですよ。シッタルダって釈迦のことですよ。あ、そうなんですか。お釈迦様ってつく読み、つき読みの子孫になるんですね、あれ古典文書でいくと。へえ。で坂族っていうのはあの海洋で渡っていく民族やから、でそもそもだからその古事記で、まあ、古事記って言うても1300年前でしょ、うん、3000年瞬きありしたら新しいじゃないですか。確かにね、だけど考え方がそもそも僕ら違うんですよ。1300年でしょ、新書ですよね。だから新しい、新しい、もうその前にいっぱいあるんですよ。
ヒゲダのアレと大野安丸がどうやってまとめたか、全国の不動機を集めて、もうとりあえずこんな感じにしたら今の大和朝廷に音楽と行くんちゃうかみたいなまとめ方したんで、その頃の日本ってどんな感じやったの？でもそれぞれの国がいうか、それぞれの一族がいて、でもそれらも もっと前はバンコクのスメラではないけど、スメラが滑ってた。だから青森のあのキリストの墓とかね、まあもう冗談みたいな話みたいに言うてるけども、もうああいうところがあるわけです。釈迦のお墓が青森にあったりとかするわけです。モーセの墓もありますよ、石川県にあるんです。だからそう、要するに何でかっていうと、モーゼもその一人の、ね、モーゼという杖ついた人がね、なんでこの石川県に来んねんと思うけど、これ歴代、あいつお前モーゼ、あいつお前モーゼ言ったら、ほんでそれはお前モーゼって言われたやつが、この道しるべのアロンの杖っていうのを渡されるんですよ。モーゼの兄貴がアロンって言うんだけどね。なるほど。そうならもう次はモーゼなんですよ。何代目のものでってなるわけですね。山かけかっても一人で言うたって3000でも生きられへんやし。なるほど。要は今のこの本当に日本というのがでもミクロ視点なんですね。そうそうそう。だから例えば、まあ、今月読みの子孫が、うん、まあ、お釈迦さんで仏教になり、うん、で仏教が、まあ、日本にもう一回戻ってきたとかもありますし、例えばモーセが2個角生えてた銅像残ったりするんですけど、例えば神王も角生えて、うんうん、で、中国のすごいもう最初の始まりの神様と言われてる存在が、うん、なぜか少なびこなと同一されてるんです。だからそれは旧約聖書の東方の三賢者です。で、東方の三賢者ってもうみんな知ってるでしょ。で、東方から祝福に来るんです。イエスが生まれた時になぜか東から来る三賢者。なんで西から来えへんの？確かに。なんで東方からいつも来るの？全部東からですよね。そうなんです。ね、これはもう自明の理で、要するに太陽が上がるところ、そこに尊いところがあって、元のところがあって、そこから賢者が3人来るわけです。それは日本の呪術奏書と言われる古典文書、我々が学んできたものの中にはちゃんと書いてある。大名持ちとすせり姫と宿儺彦名が海外に天の受け舟に乗って病気治しと、あとは食糧難を助けに行ったと、たびたびね、それは向こうにいた名前変わるんです。西王母とか不相大帝とかね、そういうような名前になってるわけです。なるほど。まあ、道教の神様ですよね。そうそうそう、向こうで変わってくる。で、大国主も、うん、要はその大黒天とか、うん、持っていったら破壊神、はいはいはい、芝ですよね、インドのと同一視されてたりとか、そうです。なんで弁財天とどうだとかいろいろこうつながってくるのかな、うん、と思ってたんですけど、繋がってくる。それはもうやっぱ世界規模で見たらさ、同じ存在、そうそう、だから伝承が同じような伝承でまた変えてくるという、それはまあ名前も変わってね、帰ってくる、まあ、国も変わっていって、そう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 、まあ、国ができていってというか、そうそう、でまあこっちで追われたものは隠さなあかんでしょ、はい、この僕が追われてたら、はい、僕の名前じゃないもうぐらいとかにした方がいい、はい、ああ横とか横やっていけそうかなというのでいった方がいい、同じようにその、大和たけるとかいうのが、まあ、いっぱいいたりとかするのもやっぱり軍事の話ですから、あれはたけるっていうのはね、だからその一人じゃないんです、その時の大将の、いっぱいあったの大和たけるヤマトの大将の話だからね。だからそのらがこう重なっていって今の伝承になっているので、だからそんな一人でもうちょっとだけでしょ生きてんの、だからそれできない。だからもっと長いスパンで我々はかなり広いスパンで見ていて、だからまあその日本列島がどんな形であったかは別としてね、そのずっと長い歴史の間あったこの国のちょっと前ぐらいのムー大陸とかアトランティス大陸とかね、まあ、これまで学術では認められてないんですけど、この沖縄ではもう完全にそれはあるとあったと、ね、ズンダランドがあったとかそういう話ですね。で大陸がちゃうかったんです。あのノアの箱舟現象になって洪水になった時にノア押し分けの狼っていうのがいる、それスサノオの子孫ですよ。スサノオは大海原を城示せって言われて、それが仕事です。大海原は何を城示すんかって、初国を城示すんです。でそれの子孫がまた洪水になったけど、そこからまた旧約聖書から城示しって言ってるわけでしょ、そこから新約聖書になってキリスト出てくるわけでしょ、東方から三賢者がいて教えてるわけでしょ、めちゃくちゃ共通なんでしょ、キリストが生まれたのは馬小屋でしょ、聖徳太子も馬小屋でしょ、うん、確かに。これは何で言ったら、馬っていうのがものすごく重要な乗り物やったんで、フェラーリみたいなもん、あ、まあ、かまあちょっと言い方あれですけどね、要はそんなもん持ってない普通は、貧乏人は。馬小屋で生まれた貧乏人じゃないんですよ、王家の王子なんですよ結局。イエスはなんかこうお母さんたちがたまたま立ち寄ったところで産んだと言ってますけど、おかしな話ですよ。おかしい、おかしい。そんな馬なんかなかなか持ってない普通は。だからまあそういうことを考えると、まあ、貴族階級であったということは見て取れますね。聖徳太子もね、やっぱつながりもあるんですか、聖徳太子とイエス。いやいや、要するにね、このつながり伝承なんです、はい、ね、要は馬小屋で生まれてくる救世主という
伝え伝承がずっと広がっていってるわけで、救世主は生まれて生まれてもらうのは困るんやけどなという、そういう伝承やから、だからそういう、それは東にも行き西にも行った伝承で、どうも救世主は馬小屋で生まれんねやと、牛小屋ちゃうねんという話やねだからなんかなんでこれリンクしていくんだよ、その伝承がそうなんですよね。はら、だからやっぱりその尊い、そういう歴史をの残るような人物はやっぱ馬小屋で生まれたことになるんです。これはもう神話伝承なんです、それがずっと伝わっていってるから、それがイコールになるわけです。なるほど。ちょっとね、ほんまに多分もう情報聞きたいことが山ほどあってもうどうしたらいいか分かんないぐらいなんですけどやっぱでも先ほどその、まあ、地球のために歴史を表に出していかないといけない時代、そうです本当僕たちもいろんな口伝だとか、うん、その、まあ、海外の、はい、長老の話だとかでもいろんなとこで聞いてたんですけど、実際山影の伝承にも残っていて、今この時代にそうです、表さんが要はもう裏やけど表のことをちょっと今やってるわけですね。表に出せ、まあ、名前影と表、そう表広明って僕言うんですけど、表に広く明らかにするっていう名前にもう書いてあるやないかって言って、僕は昔先生方によう言われた。あら、だから明らかにしなさいよと、明らかにすることによってみんなの目が覚めるでしょ。で別に本当のことを知ったから言って別に落胆するかもしれんけども、まあ、簡単に言うと自分とこの先祖でね、もうこんなに素晴らしい家なんですよ言いたいよねみんな、はい、うんうん、だいたいいろいろ穴開いてるんですよ、そこ埋めていかないといけないんです。それから目をそらしてはいけない。でまずかったことは、あの日本人が全て素晴らしいんじゃなくてまずかったことよくあるんで、まず謝りませんかと、はい、それが我々のその御神号になってるわけですね。どういうこう謝りというか、だからあちまりかむという、まあ今世間でも有名になってきた、それはもともとは出してはいけなかった秘技やったんです。あちまりかむって言ったら、あちまりかむ、あちまりかむって拝むんですけど、うん、まあ、そればっかり一生懸命当てある本の書いてある人いますけどね、何人かあったけどね、はい、まあ、どうぞ出してくださいと、うん、別に山陰とかに遠慮せんと、もう早く出していった方がいいってねから、うん、だけど意味がようみんな分かってないから、ただ不思議な効力を発揮するんですね、この祈りは、うん、でそれが結局あの我々の奥義なんです、はい、ね。この奥義がそもそも例えば大化の改新と、まあ、今言いませんけど一子の変と言うんですけど、その時も掲げられた錦の御旗ってみんな言ってますけど、はい、錦の御旗はカーテンやって僕言ってるんですよ錦を折れるっていうのはやっぱりよっぽど高貴なんですよね。そんな集団持ってないのに錦を折れるような、まあ、天皇家を持ってたということやから、はい、錦の御旗がかかったらこれに逆らったら逆賊やとね。これは明治維新も同じことでしょ、みんな錦の御旗でやるでしょ、はい、薩摩とかが持ってた、だからこれはこっちが正義で、それに歯向かったやつは逆賊になるからって言ったけど、うん、この錦の御旗の後ろにこのあちまりかむが、要するにお札にこう紙包んでるでしょ、あれが錦の御旗なんです、うんうんうん、ご神体をあの表側に出してないだけで、だから何が重要かというと、そのご神意ご神体なんですね、うんうんうん、で神の子孫と言われるのが天皇家やから、それをやってきたわけです。まあ、それを逆にあのその時の、まあ、初めは賊やった人たちが使って、クーデターを起こして、変っていうのはそれが成功した例を言うんです。乱っていうのは失敗した例のことを言うんです。まさかの乱っていうでしょ、もうどっちかなんです。クーデター成功したか失敗したかなんです。なるほど、まあ、ずっとあるそれは、ね、だからそういうことをまず知っておくべきなんです。だからもうそれ前もねちょっとね話をしてたんですけど、はい、あの政治家の方々もそうやけれども、あの、まあ、例えば任教の方々もねそうやけども、同じ性質と一緒でちょっと 筋合いのもんな、筋もんっていうんですこれね、うんうん、で何がってことわざ見てくださいねってよく分かるから、1から3まで見てみてください。だからそれがのし上がっていく時に、でもう国が認めたら、はい、もう警察捕まえられない。でも同じ筋もんなんです。でもあの民間 あの反社会勢力主義って主義と言われるわけですけど、民間のそういうことをすると捕まるんです。はいはいはい。でもあの政治家になってしまったらもうあんまり捕まれへんんですね。自分のところに軍隊おるんか、うん、おれへんのかみたいな話ですよね。はいはいはい。まあ、だからね政治的に僕はいつもあの質を見るんですけど、まあこの任教の世界と政治の世界も全く同じ質で、認められてるか認められてないか。でそれで言うと現代の話してるから、その言い方はなおかしいやろうという政治家が言うかもしれんけど、はい、昔八塚五六とか海賊でも村上水軍とか、それはねイギリスもそうやったけど海賊なんです、うんうんうん、七つの目を股にかけて全部こうやもう手に入れてって、こう私こそ正義だ国だって言うたらそれはいっぱい人殺したでしょと、うん、
我々より陽気を殺してるでしょ、うん、みたいな話がもう、いやもう正義なんて国なんて、なるほどね。だから八塚五六って山賊やったんです。それは秀吉について将軍になっていったら今公爵なんですね。八塚家ってこう、まあ、今も公爵家関係ないけどねだからそれってもう今の人たちはそれもうそれ今良い生活をしたらされてきたんでしょうけど、はい、その先祖は山賊やったんです。これ事実ですよね。これ別に普通に調べたら分かる。だからあその家があかんっていうんじゃないんですけど、うん、歴史や言ってるんです。で今も同じやって言ってるわけです。ね、それを僕はあのうんと昔の話もするけどうんと近代も言う。もうめちゃくちゃリアルの話。めっちゃリアルなほんまにリアルなことが今あんのになんでみんな気づけへんのかいうこと。ほとんど YouTube で出せなさそうなお話ばっかりだったんですけどまたこう神話から今は続いてるんでしょ。そうですよね。今の今のこの世界にそのまま反映されてると思う。もう今はそのまんまですわ。僕たちも考察してて、うん、まあ、いろんなこう伝承古史古伝、まあ、古伝とこからまあ日本からいろいろこう旅立って世界に、うん、でまた戻ってきてるっていう話があって、その中が桃太郎スサノオとか清見の氏族が世界に分散して、そうそうそう、 次の本ではそれがね書いてる。なるほど。詳しくはその本に載ってると思うんですけども、一応書いてるんですけど壮大なんでなかなかまとめにくいんですね。いろいろあったんですよ。いろんな形でちょっとグニュッとして戻ってきて、そうです。まあ歴史長いからね。だから月読みは夜のオス国を白示せって言われたんですね、はい、そしてオスサノは大海原を白示せ。この大海原です。地球のことですよ、はい、こんなアクアの国であの星やからね。だから大海原を白示せ、五色人をいっぱい作っていったというようなことが海洋民族の港に女ありみたいな話ね。要するにもうずっと海洋行ってるわけやから一回出たら帰ってけえへんとか、はいはい、まあ、そんなことですよね。まあもう神様ってイメージがある方もね、スサノオとか月読みってなったら、まあ、ある種そういう役割をもらった、そうそうそう、まあ、一族みたいな。そうそうそう、まあ、あの歴代伝承になるわけでしょ。大国主も大国主を3000年って言ってんから、どの時代の大国さんかということがわからないと、うん、3000年一人で生きるはずないでしょ。そうですね。みんなだからあの想像力いうか見たまんま行くから、袋持って小槌持ったおじさんが3000年ずっとおったって、かわいそうでしょサンタクロースかっていう話でしょ。だから要するにいろんな姿でいろんな大国主がいたんですよ。ね、国も違うし、そこもねイメージがなかなかね、おかしいと思う。歴史観それで一回外していかないと、名前も違うし、そうそう、国もっていうか地域も違うし、違う。でもそういったポリネシアとか、そうそう、あの辺の、まあ、海流、まあ、日本を含めたアジアっていうのはもともとそのもっと海という領域で見ていって、海洋ですね、国っていう枠と、うん、もう大陸っていう枠も外して、そうでこうぐるーっと海流に乗って動いていたっていう、そうそう、大流れを示したらそういうことですね。だから本来ポリネシア、いわゆるあの環太平洋ポリネシアですね、はい、大使とかもひっくるめてニュージーランドもそうですね、はい、だからアメリカっていうところは、まあ、前も言ってました、僕らはバチカンに行って今日こともお会いしてきたんですけど、はい、バチカンでも聞きましたけど、はい、要するにあれインドなんですよ。え、アメリカっていうのはね、アメリカという国はないんです。新しいんです。200数十年でしょ、うんうんうん、だからそれまでどう何ちゅうとったんで、インド言ってるんです、まあ、インドと間違って上陸したのがアメリカみたいな、うん、だからインディアンなんです住んでる。あー、なるほど、ね、でオーストラリアアボリジニーでしょ、うんうんうん、ね、オリンピックの時だいぶ困っとったと思うんだけど歴史あらへんでしょ、うん、歴史はないじゃないですか。200年ぐらいの歴史しかもなんかできへん。だからディズニーランドとかやったらいいけどもね、この深い歴史とか言うとってないねやからしゃあない。で大体白人住んでないねやから、うん、そもそもだから環太平洋ポリネシアはもう全部アジア人ですよ。まあアジア人というかその有色人種ですよね、まあ、一つはその大きな枠での、うん、まあ、動きがずっとあった海洋民族の人たちの、そうなんです、歴史だ。環太平洋とアジアというのは一つの大アジアですよね。戦争の時にそれはあの大東亜共栄圏とか言ってまたちっちゃい話ですよね、うん、ポリネシアアジア共栄圏ですよね、うん、でここが世界のバンコクのスメラの本来の全てたところですね。なるほど。白人はおそらくどんどん後から大きくなっていくんでしょう。イギリスの今 の, あのこの海洋政策から7つの海を股にかけて今のこの西洋文明がなったのはたかだか800年ですよ。だからそういうこと知っといたら、いや知っといたってほんまの話やから、うん、だからたかだか800年と1万5000年の話と、こっちがせなあかん話は1万5000年何どうやってこれ続いてきたのということをみんなに言わないといけない。で初国なんです、ここが。とローマ帝国も前があるっておっしゃってました。ローマ帝国の前ギリシャって言うでしょ、あのギリシャの文明とやってギリシャはエジプト文明の焼き直しや言うてねからね、メソポタミアからね、エジプト文明は6000年言うてるけど、そこからまあギリシャに入ってヘレニズム文明が始まりだして、でもそれを作っていたのも正月氏族なんです。月読みの子孫ですよ。はあ、それからローマ行くわけです。
ちょっと文化が大きく科学とかが発達したのはフィレンツェなんですね。あー、教えてましたもんね、最初こう川とか水があるところに文明が生まれるけれども、水が枯れるとみたいな。遊牧民族とかは水がある間はそこでこうこの遺跡があるでしょ、はい、王朝の昔ここに井戸があったの遺跡ありますよね、はい、で水枯れるんですね。人間が住むと砂漠になるんですよ。だからオアシスには木があるんですよ。だから今のイラクって言われるところがもともとシュメールですよね、あの夏って書いてあるの中国のね、司馬遷がそれを中国って思ったのしてしまった感じでね、それシャノ国って言うんですよね、はい、カノ国って書いてある。それはイラクです、今の。もともとはチギルス、ユーフラテス川のあの辺ってもう肥沃な森やったんです。で森の森林に神様降りるから、これは日本から言ってる伝承ですよ。一柱二柱っていうに神様は木なんです。だから一柱二柱って数えるんです、神様は神社行ったら、はいはいね、はい、ほんでキリスト教も生命の木でしょ。確かに、まあ、どっから行ってんだ、こっから行ってるんですよ。こっち帰ってくるわけです、京都に。京都ね。だから祇園が紫陽やいうのはもう冗談の話じゃないで、もう京都市でも知ってるそれは。はだからもうそれは日本の研究した方がいいんですよ。で日本人もそれ知らんからね。もう向こうはみんな認めてますよ、縄文時代があった、もうそれが平和にね。まあ、それはもう三内丸山行ったらもう分かりますわ。北のルートから入ってきて、アイヌがどんどんそういう文明作って、まあ、仲良くやってた、まあ、バリアフリーやったとかいうのも全部三内丸山で説明してくれますわ。へで日高美濃国ってその時は火を高く見る国、赤道直下みたいなとこでしょ、火が高く見えるんでしょ、だいたいヨーロッパこう行くからね、10時ぐらいまで明るいでしょ、でもう紫外線がこの斜めから入ってくるから、うわこう上がれへんでしょ、日本はこう上がる。日高美濃国って言った頃は温暖やったんです、東北が。へえ、寒くなってきたらこっち来るわけでしょ。ああ、それも地軸のブレもあるし、まあ、いろんなことが、これ大自然のその問題ですね。だから気候風土とともにちょっと生活も変わってくるけども、遊牧民族はもうそこで繁栄したとこ気づいたら、まあ、大体砂漠になるんですよ。で水は枯れるんです、そうなると。なサハラ砂漠、エジプトもね、昔はもともとはもうあの森林地帯でね、もう肥沃な、ね、森があったわけで、だからその自然で生きれたわけやけど、もうこれ貪ると砂漠になるんです。ほんならもうそこ捨てて次のとこ行くわけです、まあそうですね、オアシス探して。それが遊牧民族なんです。だからその時馬いるんです。まあ砂漠やからラクダとかいうのもありやけど、ラクダ中国まで汚れへんからね、馬になってるので、やっぱりね馬なんですよ。いや今電車なかった時は全部馬です。埴輪からも馬の埴輪ありますもん、だって牛に乗ってねヨーロッパ行くまでしんどい、だいぶ時間かかる。海洋民族から馬になって騎馬民族になって、またこう日本に来て、内陸動くのは馬ですね、馬が入って、うん、だから駅舎っていうのは馬の休むところなんです。だから馬って書くと駅って昔難しいから、ね、確かに。だから早馬でその駅舎まで行ったら次の早馬に乗り換えて次の駅舎行くんです。だから日本でもその駅舎の名残のところっていうのは芦屋とかね、芦屋駅舎っていうのは昔からこれ大陸とつながってるんですよ、あの壱岐対馬通ってくるんですよ、壱岐対馬つながっとったから昔は。あ、なるほど。だからそうしたら馬でやってくるんですよ。はあ、すごい。モンゴルとかもやっぱつながってくる、つながってくる、つながってくる。だからもうもっとちょっとかあの視野広げないと、その鎖国と違うんやから、そうですね、島国やからどこも行ってないで、島国やから沖縄も一緒やけどどこも行けるんですよ。じゃあこうなんか日本の歴史っていうのはやっぱ最古がやっぱ2000何百年もあるのに、古事記とか日本書紀が初めてって言われてるわけじゃないですか。どうぞ。でその中とかのそれ以降の歴史で言うと、まあ、日本の交易とかも中国だけだったよ、朝鮮半島だけだったよ、みたいな、こう限定された雰囲気になってますけど、うん、全然そんなことない。それは意図的にやっぱちょっとキュッと、うん、だからポリネシアに全部つながっていてね、はい、例えばそのインド洋のところらへんから言ったらもうバリからハワイとかもつながってるし、はい、沖縄はハワイルートの潮もあるから、はい、沖縄は特にその雛形で貿易のそのハブになってたところでね、はい、そこには8つの海流が巻いてるって言われてますね。7つって言ってる人多いけど8つぐらい巻いてる。それはその海流が巻いていて流儀してできたのが沖縄って言われてるんですね。貿易港としてはもう持ってこいのとこなんで、世界文化がここに来るんです、うん、ローマの金銭が見つかったりいっぱいしてるでしょ、はい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 、ね、沖縄はね。そうすると沖縄が要するに日本のいわゆるアジアの雛形のハブ港なんですね。お、貿易やったら一番いいんですね、まあ、ものすごく貿易で繁栄させたんですけどね、その琉球王国の時に、うん、だからまあそう考えるとそのハブになってるところはどこへでも行けるわけでしょ。うーん、でそれの語源も入ってきたりしてるから、
やっぱりあの似た言葉がたくさんありますよね。うんうん、確かに、うん、なんか蝶々もこっちではハーベルっていうけど、うん、なんかあの五島列島とかあっちのなんか種子島か どっか行くと、はい、パピルっていうんですね。それパピオンから来てるんで、それフランスとの塩のルートがあるらしい。はいはい、ちょっと混ざってるんですね、ベトナムルートのね。なんかそういうようなやっぱり交易してた ところのその言葉って残っていってるわけですよね。なるほど。これちょっともうトゥーランドベイドグでもこれまで考察してきたものともこうリンクもしてくるお話もね、海洋民族といえばね、まあでも実際このね一族というか山影の歴史の中でずっと口伝であるものがね持続させていただいてるってなった時にもう多分見てる方も今ちょっとパニック状態僕らもちょっとパニック状態だと思う。視野がねすごく自分のことよりだと思うんですけどって言ってたぐらいだからねまあそんな感じ、ちょっとめちゃくちゃ濃いお話で、まあ本の中でもこうすごくこう詳しくお話多分見れると思うので、どういうことどういうことって方ぜひ本を見てほしいですし、僕らもちょっといずれこうまとめさせて噛み砕いていただけたらなと思うんですけども、実はね明日も表さんにゲストで出演していただくということで、ちょっと次回はもうさらにね踏み込んだお話をちょっとお聞かせいただけたらなと思います。本日ありがとうございました。ありがとうございました。明日の配信も楽しみにしていてください。はい、本日ありがとうございます。ありがとうございました。本当にありがとうございました。こちらこそ。本日はこの辺でございます。はい、またね、バイバイ。